アルバムの片隅に見つけた写真一枚、楽しそうに肩を組み笑顔浮かべた二人、ただ燃え上がる愛を体で受け止めて、今この時が全てと信じてた。眠れずにお互いの夢を語り疲れて、明けきらぬ街の中、腕を組んで歩いた。ただ愛だけじゃ何にもできないことくらい、そう気づいてた。子供じゃないからね。さよならが言えないと電話かけてきたとき、わかってた何もかも、あとは言葉にならず、ただ泣きじゃくる。お前がなおさら愛しくて、でも悲しいのはお前一人じゃない。ねえ、わからない、何が二人を引き裂いた。ただあの頃に二度とは戻れない。Thank you.
がとうございます。無事に、ちょっと間違ったところがあったんだけど、まあみんなな弦が鳴ってるとこだったから書き消されて分かんなかったと思うんだけどまあ今日はこの辺で許してやろうかなみたいなね、そんな気持ちがあって、どうもありがとうございました。村瀬さん、中島さん、鈴木さん、阿部さん、神さん、またね。俺さ、そのずっと歌ってきたべ、20な、俺だから43だからさ、もう23年目だからさ、人生の半分歌ってるわけだよな。あ、後の半分何してたったら喋ってたんだよな俺の人生ってそんなんなんだな。そうやって考えたらさ、人生の半分以上歌ってんだぜ。それもお前たちに支えられてたよ。まあお前たちは支えたとは思ってないかもしれないけどさ、俺は支えられたんだよ立派に。ああ、そしたらさ、俺は どうせならこの先どんな形になってもだぞ、最後まで見守ってもらいたいなと思うな。近くでもいいしな、遠くでもいいしよな。そりゃ俺がコンサートあちこち全国回ってんのにだぞ、そばについて見守ってますとか言ってな。なずっとくっついていかれたらさすがに俺もうっとうしいなお前はみたいな、なるけどな。できればいろんなことあるんだろうけどな、いいことも悪いこともすべてぜひ見守ってもらいたいなと思います。